皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。はい、ここ使います。今日はこの後3本ぐらい撮ろうと思ってるのでメイクします。マイリトルボックスと、今月からやっぱブルームボックスもせっかく頼んでるんだから中身紹介しようかなと思って、そう、その2本まず撮ります。本当になくならないこれ。そしたらパウダーこれ使います。キャットボンディ、すごい溢れてる。久々に使います。なんか1個気に入ったのがあったら結構それしか使わなくなっちゃうので、あえて使わないっていう時が多いです。友達と遊びに行く時とか動画を撮らない時とか結構使うんですけど、眉毛は久しぶりにダイソーの使います。エクセクイシテってやつ、あ、読み方が分かんない。ダイソーのでも意外といいコスメありますよね。これもすごい長い間使ってます。そう、今ファンデ難民で、ちょっといいファンデ、まあ難民っていうわけでもないんですけど、ヘイトのやつとかメディアのやつとか、まあスプラなんですけど気に入ったものはあるんですけど、でもやっぱこうおすすめするにあたってちょっと変化がないからずっとそれしか使えます。おすすめできないなと思って、今新しくなんかないかなと思ってインスタでツヤの出るファンデのおすすめありますかって聞いたら、やっぱクリニークのイーブンベターグローがすっごい多いですね。あとアディクションの下地とかすっごい多くて、あんまり使ったことないブランドのものをやっぱ使ってみようと思って、ちょっと近々試しに行ってきます。あとはやっぱ韓国のクッション系ですよね。ミシャのやつとかも結構質問じゃない、よく聞くんですけど、ミシャはなんかすごい崩れやすいって聞いたんですよね。これもだからちょっとアップにしようか。だからなかなか使えなくて、で友達とかもやっぱミシャのクッションファンデが一番初めに手軽にこっちで買えるようになったと思うんですけど、ドンキとかで。だから友達も使ってみたんだけど、なんかあんまりいまいち良さが分かんないっていう子が多くて崩れちゃう。まあ逆にクッションってそのツヤがすごく出て、いっぱいこう乗せてツヤツヤにして、でお直しもまあ上からまた重ねれば戻るので、まあ、崩れやすいけど直しやすいみたいな感じもあると思うんですけど、今アイシャドウ悩んでる。大丈夫？やっぱり薬安いって言われて使いたくはないですよね。お直しめんどくさいですよね。だから崩れにくい系の下地を使えばいいと思うんですけど、私逆に崩れにくい系の下地は乾燥して逆にすっごい皮脂が出るので、ここやって全部塗っていきます。だからなんか逆にパウダーファンデーションとかでその皮脂を味方にしてツヤにするっていうファンデーションとかが好きです。だから皮脂は出る前提で、その出た皮脂がツヤとなって汚くないみたいな、なんだっけ、マキアージュだっけな、マキアージュかどっかのパウダーファンデーションがすごい人気ですよね。ムースっぽいっていう、なのでそれもすごく試してみたいなと思ってるので、ちょっと試してみます。あとランコムも多かったですね。ランコムのファンデとクッションで、このキラキラを指で出していきます。
キラキラで、ちょっと濃い色をのせたら周りがちょっと汚く見えるので、このフェイスパウダーをこういうブラシにとってぼかしていきます。うん、やっぱり私はこのフェイスパウダー好きですね。キャットボンディーのしっかりのせてもツヤが残ってくれるところが好きです。そうで、この間ハワイ行った時も大きいサイズ買ってこなかったんですかっていうコメントいただいたんですけど、視聴者の方が一セット送ってくださったんですよ。あのコンシーラーとセットのやつ。そうだから今回は現品サイズを買うのやめました。まだね、1個目も半分ぐらいは残ってるので、でそしたらこの一番濃い色で目尻を引き締めていきます。もうこのアイシャドウすっごい可愛い。シャーロット・ティルバリーのインスタグラムのこれを使ったメイクがめちゃくちゃ可愛くて、ちょっとそれを意識してやってみました。リップの色とかも本当にツボなんですよね。なんかピンクベージュっぽい、コーラルピンクっぽいカラーで、すっごい可愛いんですよ。でビューラーをします。なんか最近まつげが上がりにくい、なんか湿気があるからかな。この資生堂のビューラーのゴムを変えたてなんですけど、そうちょっと前はこのゴムかなと思ってたんですけど、このゴム変えてもあんまり変わらないので、ちょっとそれが悩みです。そしたらこのレアフィットジェルペンシルブラウンでインラインを引きます。これってもう売ってないですかね、レアフィット。あのリンク貼ろうと思ってアマゾン見たら、あのブルーのやつは普通の定価の値段で売ってたんですけど、この色がすごい高く売ってて、もう廃盤なのかなと思ってるんですけど、ケイトって割と移り変わり激しいですよね。マスカラも一気に変わったし、でもなんかすごいいいって聞くので試すのが楽しみなんですけど、なんか割と人気のアイシャドウとかまでも変わってますよね。前ほど廃盤、私がお気に入りのもの廃盤にはならなくなったんですけど、でも まだあります。よくその廃盤は何で見てるんですかってコメントいただくんですけど、割とそのブランドの名前を入れてから廃盤って検索すると、そのブランドのホームページが多分そういうページを作ってるみたいで、何月の廃盤商品はこれですみたいな感じで出てます。なので私はそれで見てます。シーリング入れていきます。がっつり入れないと顔のね、顔の色が明るい。そうだからキャンメイクとかも調べると出てくるんですけど、一回最近のでジュエルスターアイズってなってて、えっと思ったら色が一色だけ廃盤になるみたいで、めちゃくちゃ焦りました。もうこれで07番が廃盤になるとか言ったら、もうどんだけまとめ買いをしなきゃいけないの。まあ他のね、他のラメのアイシャドウもいいとは思うんですけど、やっぱこの大粒具合と、しっかり大粒具合が好きだし、やっぱ長年使ってるものなので、これはね廃盤にならないでほしい。でもなんかパッケージ変わりましたよね。てか多分こっから変わるのかな。新色のピンクみたいなののパッケージが変わってて、あれと思って、でもジュエルスターアイズって書いてあったので新商品かなとも思ったんですけど、ホームページ見たらだんだん変わるみたいです、順次。そのピンクもねめちゃくちゃ可愛かったんですよ。でも私ツイッターで書いた通り、ちょっと レジに行くまでにこういろいろ見てて、で手に持ちながら見てると、やっぱね、いらないって思っちゃって買えないんですよね。とレジに行くのもちょっとめんどくさくなっちゃう。それが良くない。これ使います、モダンマンダリン。そうでもピンク買えばよかったと思うぐらい結構可愛かった。ネットだと買えるんですよ。だから別に節約にもならないんですよ、ネットで買っちゃうから。
でもやっぱね、実物見てから買った方がいいんですよね。で、ハイライトはこれ使います。エクストラディメンションスキンフィニッシュウィスパーオブギルト。そう、マックのハイライトの質問もすっごい多いんですけど、すごいですよね。あの、なんだっけ、ソフト&ジェントルとかライトスカペードとか、うん、がいいですかっていう質問もいただくんですけど、これよりもそっちの方がナチュラル、これの方がもうギラギラ。これ動画でまだこんな感じなんですけど、結構見るともうすごいですよね。だからギラギラが本当に好きな方はこっちの方がおすすめです。でもナチュラルな、ナチュラルだけど程よくツヤが欲しいって人は、あのソフト&ジェントルとかライトスカペードがおすすめです。これすっごいです。すごすぎ。はい、ではマスカラを塗ります。ヘレナ・ルビンスタインのマスカラ。リップはこれにしようかな。ラッカーバームの40番オレンジ。もうラッカーバーム売ってないんですけどね。ラッカーバームがすごく好き。ちょっと今日は髪の毛も久しぶりに巻こうかな。これで巻きます。安城のやつ26mm。 最近はがっつり巻くっていうよりは、なんだろう、耳の下ら辺まで、毛先からここら辺ぐらいまでを巻いてます。で、ランダムです、全部適当に。顔周りは外巻きにしてます。ここを内巻きにすると結構女の子っぽい可愛らしい印象になるので、私は外巻きにしてちょっと大人っぽい感じにしてます。はい、こんな感じで巻けました。で、今日は何もつけないです、うん、こんな感じのチトチャットでした。ちょっと濃いめのオレンジっぽいメイクしてみました。このハイライトすっごい、いやー、やばいですよねこれ。はい、これおすすめです。こんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。